壮大なスケールで描く圧倒的エンターテインメント。現在札幌で好評上演中の劇団四季とディズニーの新次元ミュージカルリトルマーメイド。とにかく涙がもう出てくるので夢があって大好きです。その人気の秘密に迫るため劇団四季の舞台裏に潜入。北海道四季劇場は2011年に誕生。ライオンキングをはじめキャッツ、オペラ座の怪人など次々と感動の名作を上演してきました。番組では札幌出身のキャストにも密着。舞台俳優になるきっかけになった思い出の場所とは。ミュージカル大好きな私も大興奮。さあ、あなたを感動の海へご招待します。四季劇場です。寒い中ではありますがお客さんも続々いらっしゃっています。ようやく札幌に来てくれました。新次元ミュージカルリトルマーメイド、その舞台裏に潜入しまして魅力をたっぷりとご紹介します。希望の光に手を伸ばす美しい人魚。やっと札幌に来てくれたので見に来ました。半年前から予約して楽しみにしてきました。ちょっといっぱい聞かされて練習、歌の練習もさせられたんで感動して見れるように楽しみにしてます。神秘的な海の世界で繰り広げられるディズニーのアニメーションがミュージカルになったリトルマーメイド。物語は地上の世界に憧れる人魚姫アリエルが人間の王子に恋をするストーリー。海の魔女アースラの魔法で美しい声と引き換えに人間の姿になったアリエル。声を奪われた彼女と王子の愛の結末は、まるで海の中にいるような驚きの体験ができるリトルマーメイド。この超大作エンターテインメントは一体どうやって作り上げられているのでしょう。覗いてみましょう。どのようなことをしているんでしょうか。失礼します。あ、いらっしゃいました。キャストの皆さん、バレエのレッスンのバーにつかまりながら体を動かしてクワッと下に降りるときなんかも動きが違いますね。公演が続く毎日、出演者は全員揃ってバレエと発声練習をしています。今ですね、こう体をこうくねらせながら海の中を泳いでいるかのような動きもしてます。本当にしなやかな動きですね。ところでリトルマーメイドを初めてご覧になるという皆さん、原作となるアンデルセンの人魚姫覚えていますか。人魚姫は美しい声と引き換えに海の魔女からもらった薬で人間の足を手に入れますが、結局王子との愛は結ばれることなく最後は海の泡になって消えてしまう。こんな悲しいお話なのですが、リトルマーメイドでは原作とは違い、最後は笑顔になれる結末になっています。誰もが楽しめる最高のエンターテインメント。そんな舞台は一体どのように作られているのでしょうか。今中でステージ上にいるという方がどなたかというと、入ってみましょう。あ、アリエルです。すごい、
ルの一人、若菜まりえさん。これまでも様々な役を演じ、2017年からアリエル役を務めています。この2本のワイヤーで吊らされているというか。そうなんです。この左右の太さ3ミリのワイヤー2本だけで吊られてます。体重を支えるのはなんと太さわずか3ミリのワイヤー2本のみなんです。俳優4人が同時にフライングをするシーンもあるそうですよ。宙に浮いたまま歌って泳いでですよね、はい、これはどれだけのパワーがいるんだろうと。そうですね、最初はもうすごいヘトヘトになってましたけど、もう普段は地に足をつけて歌うものなので、もう私も想像のできない世界でした。クラシックバレエで使うバーにぶら下がった状態で歌ったりですとか。あのバーに。あ、そうです。足を浮かせた状態で歌ったりとか、腹筋と背筋を鍛えるところから始めました、私も、はい、フライングシーンはトータルで1時間以上に及びます。動きは全てコンピューターにプログラムされていて、俳優たちはその動きを体に覚え込ませているのです。でもこんなに高くて怖くないのでしょうか。最初は結構怖かったですけど、今はでももう気持ちいいぐらいです。あ、そうなんですね。いた。私の目の前で見せてくれたフライング、人間の世界に憧れるアリエルの名シーンです。実際に身につける衣装も見せていただきました。あ、アリエル、アリエルです、アリエルです。わー、すごい。鮮やかなグリーンを基調としたアリエルの衣装、鱗も一枚一枚丁寧に表現されています。綺麗ですよね。綺麗ですね。キラキラ輝いていて、 1.6 メートルぐらい。あ、ここ、はい、長い尾びれが、はい、そんなにあるんですか。そうなんです。身長よりも長くて、それでまた優雅さというのが出てくるんです。ついてきてくれるんです。人魚の姿をリアルに表現しているアリエルの尾びれは薄い高級シルクが使われています。生地もグラデーションになるよう丁寧に手染めされているんですって。これは、はい、アリエルの。そうです、陸と海ですね。はい、正解です。日本人の顔に合うように、うん、そしてアリエルは赤毛、はい、こう人間に近い存在ということで、少し茶色もかかっているような5色でできてるんです。この中の、はい、立ててる芯の部分も髪の毛なので、特殊な糊でくっつけて立ててるので、とっても軽いです。地上ではダウンスタイル、海中では浮力を表現するため三角錐のような形になっています。人魚たちのカツラは全て人間の髪の毛を使っているので、串を通すのにも気を使うそうです。汚れたらシャンプー、色あせたらカラーリングと、ロングラン公園ではメンテナンスが欠かせません。
主役の若菜さんにリトルマーメイドのここがすごいを伺いました。やっぱりこの劇場に入って音楽が本当に素晴らしいなと思いまして、あのアラン・メンケンの作曲のアンダーザシーやパートオブヨーワールドもアカデミー賞で賞を取ってますし、私個人的に好きなのが、あのオープニングに出てくるお魚ランタンフィッシュっていうあのオレンジ色のお魚がいるんですけど、お話の中盤に1匹増えて、あ、子供？子供ができてそんな風に隠れたドラマもたくさんあるので、見つけてもらえたら楽しめるんじゃないかなと思います。この後は札幌出身の俳優に密着。俳優になるきっかけになった思い出の場所とは。去年12月についに札幌に上陸した劇団式ミュージカルリトルマーメイドは早くも観客の心を虜にしています。感動のミュージカルを次々と生み出す劇団式。劇団式の創立は1953年、今は亡き浅利慶太氏を中心に慶応義塾大学と東京大学の学生ら10名で結成。浅利氏は全国に演劇の感動を届けようと活動を広げ、式を大きく成長させ、去年亡くなりました。北海道では1991年、旧 JR 札幌駅構内に特設テントで建てられたキャッツシアターが登場します。この成功をきっかけに JR シアターが誕生し、延べ123万人の観衆を集めました。しかし札幌駅の再開発に伴い1999年に閉館しますが、それから12年後再び北海道に専用劇場が復活。そして来年の3月、北海道式劇場の幕が閉じられます。残念です。ここよりも前の JR のシアターの時からキャッツから始まって必ず来てますね。こういうその象徴みたいな、文化の象徴みたいなのがなくなるのはすごくショックだなと思います。今回の北海道式劇場ロングラン公演リトルマーメイドに人一倍思いの強い人がいます。あの空港降りて、まあ、特に冬だと雪を見るとやっぱり、あ、帰ってきたなっていう感じがしますかね。小さい時は人見知りだけどちょっと目立ちたがり屋な感じですかね。そう語るのは札幌出身の俳優おさてさんです。おー、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プロットサム役の尾佐手慎介と言います。プロットサム役の一人尾佐手慎介さんは2008年のオーディションに合格し、一昨年のリトルマーメイド名古屋公演からメインキャスト海蛇のプロットサム役を演じています。高校3年生の時だったんですけど、その僕がその大学で歌の勉強したいっていうふうに言ったら、うちの父親がじゃああの今劇団式っていうのが来てて、オペラ座の怪人っていうのやってるからっていうので、なんかチケットを取ってくれて、全然よく知らないで行ったんですけど、割と衝撃的でしたね。結構あの結構引き込まれるところがありました。だからなんか憧れみたいのはその当時からあったと思います。大学では声楽やオペラを学びましたが、卒業後は一般企業に就職しました。しかし役者への夢を諦めず、劇団式のオーディションに挑戦しました。なんかすごい長い道のりでしたね。 JR シアターで僕見たの20年ぐらい前なんで、もう20年越しといいますかね。当時ね、憧れて見てた舞台の上に、まあ、札幌のねところで立てたなっていう思いはありましたね。あそこのちょっとねロビー、他と違って黄色い床のロビーとかも僕の中では割と思い出深いんで、まあね、あとどれだけできるか、自分がね
どれだけできるかわかんないんですけど、まあ一回でもね多くできるようにちょっとやっていきたいなと思います。この後は突然巨大な何かが動き出すテレビ初公開映像も登場です。現在北海道四季劇場で好評上演中のリトルマーメイド。作品では海蛇のフロットサム役を演じている尾崎さんに役どころや出演シーンについてお話を伺いました。どういった形で舞台で演じているのかっていうのもぜひご覧いただきたいんですけどもね、思うんですけれどもね、はい、ちょっとそれはあの本番の舞台であのぜひ見ていただくということで、その代わりにですねあの舞台裏と舞台上をちょっと僕がご案内させていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。舞台に連れてきてくださいまして、はい、ありがとうございます。どうですか、すごいですね、もう海の中の世界というのが見事に、結構奥行きもありますね。そうですね、はい、でここにやってきてくれるのが、はい、カラフルフィッシュとエイです。よろしくお願いします。わすごい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 、お魚たち、うわおお優雅に泳いでますよ。なんか一気に海の中の感じが出ますね、はい、すごい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 、あ海の中の世界を鮮やかに彩る生き物たち、パペットの数はおよそ40種類、まるで生きているようです。ちなみにさん、これは何でできてるんですか。シルクです。シルクです。シルク、はい、シルクです。シルクでできてます。目のところを見ていただくとね、ちょっと盛り上がってますよね。あの丸いのなんだかわかりますか。台所にあるカップみたいな。か、そうですね。茶こしなんですよ、これは。あ、茶こし。茶こしを、はい。茶こしを使って、あの目の立体感を、はい。こういうところに茶こしが活用されるとは驚きですね。はい、へえ。カラフルフィッシュ、はい、本当にねカラフルなお魚たち。これあの、はい、全部の魚の向きを一緒にするのが結構すごい難しいっていう風に、きっとタイミングとこう持ち方がね。いきます。はい、はい、うわー、あ、特別にエイを操作する体験をさせてもらっちゃいました。え、エイ、エイ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 掛け声、気を抜いたらクテってなっちゃって、エイがもう上向いちゃってね。本物そっくりに細部までこだわって表現されたパペットたちにも注目ですね。フロットサム役の尾崎さんに舞台の秘密を聞いていると、あのなんか動いてきてるんですけど迫ってきてるんですね、はい、おー絵本で、はい、ここは舞台のすぐそば。私たちをあっと驚かせる物語の進行を司るのは舞台監督の古木博之さんです。舞台袖から俳優や装置全体の動きを見ながら指示を出します。すごいですね。もういやびっくりしましたよ。ガーッとこう迫ってくるんですね。そうですね、電気で動かしているものがほとんどなんですけど、はい、この本は人力でスタッフが後ろから押して出して、え、人力？人力です。まるで飛び出す絵本に入ったかのようにメルヘンチックな背景になる巨大絵本で、二次元的なポップさを表現しています。あ、おお、間近だとすごい迫力ありますよ。うわー、またここロマンチックなシーンで、はい、そうですね、いいところですね、はい、あー、キュンキュンしちゃうんだよなそんなキュンキュンシーンがこちら。さあ一緒に、アリエルの視点をコンセプトに作られている細かい舞台装置にも注目してみると、いろんな発見がありますよ。2011年に誕生し多くの観客を集めた北海道四季劇場は来年3月の閉館を予定しています。
私たちの次の拠点がどうなるかまだ分かりません。まだ分かりませんけど、でもまあ可能な形でいろんな舞台を北海道にも持ってこさせていただくと。でこれは続けます、必ず。はい、劇団四季は2008年から日本全国の子どもたちに演劇の感動を届けるプロジェクト「心の劇場」を実施しています。去年北海道ではおよそ2万5000人の児童が舞台に招待されました。まあ、札幌市内の例えばですね、札幌市内の6年生は全員招待されてですね、これは学校の授業で招待するんです。はい、でそうすると家庭の事情とかいろんなことでこう普段 見たくても見に行けない子どもたちも全員見れるわけですね。昔はちゃんと学校とか家庭とか地域社会で教えていたことをですね、子どもたちに対して何をやっちゃいけないのかとかですね、あるいは何をやんなきゃいけないのかっていう、そういうことをその舞台の感動を通じてその子どもさんが自分で感激しながらこう受け取ってもらう。まあご家族でもちろんそうですし、もちろんまあお嬢さんたちは昔のお嬢さんもそうですけど、アリエルが大好きですからご家族で来ていただきたいし、あとはお嬢さんとお父さんとぜひ来ていただきたいですね。はい、全国に演劇の感動を届けてきた劇団四季、キャスト、スタッフ、ファンの思いが一つになって愛され続ける作品が生まれます。すごい感動しました。なんか父親と娘の愛の感じですよね涙がもう出てくるのでもうあ終わっちゃったってこう泣きながらもうってまた見に来ようっていう気持ちでいっぱいになります。一人娘なのでちょっと親目線とかそういうのも感じながら見てました。舞台裏を見せていただきまして、本当に驚きの連続、感激しました。見てきたというお客さんたちの表情を見ても笑顔の方が多くてすごく良かったというのを実感しているように思います。皆さんもぜひ劇場でこの感動を分かち合いましょう。劇団四季とディズニーが送るこれまで全く見たことのない新しい世界がここにあります。神秘的な海の世界で繰り広げられる新次元ミュージカル、リトルマーメイド。きっとあなたも劇場が愛と希望に包まれる瞬間を体験することでしょう。リトルマーメイドはロングラン公演中、すでに5月